皆さんこんにちは。今日は尾崎久美子さんのさよならをもう一度歌いたいと思います。いつか会える、きっと会える。ラララ、会える、きっと会える。さよならは愛の言葉さ。さよならをもう一度あなたに、去ってゆくその方に、今日で終わるわけではないと声を出して教えたいの。このままいると壊れそうな二人だから、離れるのさ。いつか会える、会える、さよならは愛の言葉さ。さよならをもう一度あなたに愛を込め言いたいの。胸に残る涙を捨てて、明日のために別れよね。このままいると、いつか会える、きっと会える、さよならは